皆さんこんばんは。こんばんは。今日はようこそいらっしゃいます。今日は大分イメイの音楽祭で、優勝した人たちのスペシャルライブです。最初は無名の広川さんです。こんばんは。53年9月21日乙女座の大型、梅野広和です。よろしくお願いします。優勝ではございません。はっちゃんさんが優勝で、僕準これ言うのも恥ずかしいですけど、いただきました。はい、初めてこちらの場所で歌わせていただきます。よろしくお願いします。初めての場所では1曲目に歌わせていただいているそこにあるという大切な場所の歌を歌いたいと思います。よろしくお願いします。心から笑ってるよ。君
いない明日は怖いから僕が僕に戻れる場所
贅沢なおかずなんて何一つなかったけれど、
僕の短い開かない歴史の中で君は大きくて大きくて愛す言葉苦しくて汚くて素晴らしくて生きる言葉苦しくて汚くて素晴らしくて世界の問題はとても大きくてでも遠くて小さい小さくて自分の問題は小さくてでもとても近くて本当に大きくて僕の大切で儚い歴史が終わったとしても新聞や教科書に残らなくていいただ君がただ君が花を添えてくれればたまに思い出してくれれば
待たせしました。一気に一番最初の頭で全部自己紹介をしてしまったので喋ることがなくなってしまったんですけど、もう一度言うと53年9月21日生まれ乙女座の大型独身でございます。今年で33歳になります。で、梅野弘和って言うんですけど、年齢を言うと年齢しか覚えて帰ってもらえないという梅ちゃんでもいいので名前を覚えていただきたいなと思います。ありがとうございます。こいつ何もんだいきなり出てきてっていうもうね思って、そのなもう耳を傾けていただけるのが本当に嬉しくて、勝手に作った歌ばっかり歌ってすみません。ここでですね、皆さんもご存知かどうかわからないんですけど、中島みゆきさんの糸という歌を歌わせていただきます。なぜ巡り会うのかを、私たちは何も知らない。いつ巡り会うのかを、私たちはいつも知らない。どこに行ったの、生きてきたの、遠い空の下、二つの物語。たての糸はあなた、横の糸織りなすのは、いつか誰かを温めうるかもしれない。なぜ生きてゆくのかを、迷った日のささくれ、夢追いかけ走って、転んだ日の後のささくれ、こんな糸が何になるの、心もとなくて震えてた風の中、たての糸はあなた、横の糸は私、織りなすのはいつか誰かの傷をかばうかもしれない。たての糸はあなた、横の糸は私、会うべき人に出会えることを人は幸せと呼びます。
本日ですね、暗い歌を歌うので唯一一曲だけ明るい歌があります。会いたくて会いたくてしょうがない歌、会いたいという歌を歌います。どこにも
見当たらなかった。でもね、あなたと言うだけで溢れる笑顔やぬくもり、そんな一瞬の積み重ねで一生はできている。ねえ、ひとつお願いがあるの。僕には何もないなんて二度と口にはしないで。あなたは私の生きる理由だから。知らずに抱え込んでた心の重荷を、それも全部私だとあなたは優しく抱きしめてくれた。呼べるの、あなたとなら。ねえ、ひとつお願いがあるの。僕には何もないなんて二度と口にはしない。あなたは私の生きる理由だから、ずっとずっとだよ。はい、梅ちゃんでした。もう一度大きな拍手を。本当ね、はい、ということですね、今日は、夢色スペシャルと題しまして、お届けしております。トップバッターは梅ちゃん、梅の子ですね、歌っていただきました。本当にもう私今日の、パンフレットと言いますか、作ったんですけども、ハイトーンボイスね、高いところをパッとこう突き抜ける声がね、まあ素晴らしい。どうもお疲れ様。ありがとう。このメンバー実はですね、次は富田さんっていう、アルファベットで、富田って書くんですかね。富田さん、私と梅ちゃんと3人でやるのは初めてです。私実
実現をしたかったんですね。もう梅ちゃん素晴らしいですね、歌声、ね、それから富田さん、またこのギターテクニック、それからですね、歌が素晴らしいこの雰囲気を持った方なんでですね、でもご紹介しますと、去年のですね、9月でしたね、イメイロ音楽祭というのが、大分イメイロ音楽祭、ここにイメイロ幼稚園ってありますけどね、夢色音楽祭という大分市がやってるイベントがあります。3日間、音楽が、街にあふれるというイベントで、そのイベントでですね、中に初日ですかね、コンテストがあるんですね。でその時に、夜あるんですが、その時にですね、梅ちゃん、今回富田さんと、出ておりまして、今まで特に年上っていう年いった人、僕らみたいに40、50の人がですね、取ったことないです、賞をね。大体若い人にこう夢を与えようということで、若い人のこう発掘みたいな形で、だったもんですから、富田さんと僕と出番の前に、まあ、どうせおじちゃんたち取れんけん、まあ、気楽に行きましょうみたいな感じでですね、話したのを覚えております。そしてなんとですね、どんでん返しでございまして、富田さん、審査員特別賞ということで、受賞されています。おめでとうございます。実はね、この審査員特別賞というのはなかったんで、トロフィーがなかったんですけど、盾がですね、急遽、富田さん素晴らしいということで、受賞されたんですけどね、先ほどの梅ちゃんは準優勝、準グランプリを、おめでとう。ね、やっぱこれやっぱさすがやなという感じがしました。もう大体メンバー見て、まあ梅ちゃんもらうやろうなと思ってました。で蓋開けてみたら、なんと私グランプリいただきまして、ありがとうございました。本当ですね、全然考えてませんで、誰やろうとか思ってまして。そういうことがありましたですね、まあ、ありがたいことに、そういう賞をいただく初めてでございます。本当にですね、これからの糧に、させていただけるということでですね、そういう時に、思ったのはですね、同じ釜の飯を食った仲間という感じがしました。で今回ですね、ぜひ梅ちゃん、富田さん出てほしいということで、声をかけましたら、快く、出てくださいました。素晴らしい、場を設けさせていただきます。